How are you? フリンです。本日は、教習所で習わないということで、セルフサービスのこちらですね、ガソリンスタンドに来ておりまして、そちらでの入れ方をちょっと、シェアしてみたいなと思っています。それでは車によっても違うんですけれども、今日はセダンに乗ってきて、セダンでしたっけ？セダンに乗ってきてますので、そちらの給油口の開け方からまず説明したいと思います。はい、給油口を開けるのはこの車の場合、ここにボタンがあります。で、押します。で、ハザードエンジンを切ります。こちらが今開けたところですね。この車の場合は、左の横についてますね、後ろのドアのところです。はい、今現金というところですね、入れました。まずお金を入れます。とりあえず今日は1000円入れてみますね。次は油種ですので、この車の場合はハイオクですけど、一般車はだいたいレギュラーですね。今回はハイオクを入れます。こちらで満タンとか1000円とかリッターでも選べますが、今回は1000円を選びます。静電気除去シートっていうのを触れるとパチッてならないので、こちらにあります。で、ここをまずタッチをします。一応これレギュラー、ハイオク、軽油っていうのあるんですけれども、こちらですね、給油口をかけます。仕上げて給油口の中に奥の方に差し込みます。満タンの場合はこれでカチッていうまでやるんですけど、今回は1000円の分だけ流れてくるので、こちらでカチッていうまで入れておきます。で、こちらではメーターがですね、こういうふうに動きます。金額の分だけにストップになります。止まりましたので、こちらで抜きます。この時に油切れがありますので、ちゃんと落としてからですね。結構出ちゃうんですよ。結構ちゃんと落としてから持ち上げるようにして元の場所に置きます。で、これで忘れがちなのがこの給油口ですね。この蓋を忘れるとチャパチャパしちゃいますので、こちらちゃんと閉めます。蓋も閉じます。一旦これでおしまいです。で、続いてこちらの方ですね、レシートが出ていますので、お釣りもここの場合は出ますので、お釣りがある場合はこちらからお釣りが出ます。これでレシートでおしまいです。続きまして空気圧に入れるんですけど、こちらのドア開けたところに大体入ってあるそうです。こちらの指定はいくつ？これはね、肉だから 2.1キロ。 2.1キロ、 2.1キロになるように入れるようです。はい、こちらガソリンスタンドの器具を持ってきまして、キャップ外します。これね、これをここにギュッと押し込む。シュッ、グッと。僕今これ 1.8 キロぐらいかな。これを純正のタイヤだとさっきの 2.1 まで、このプラスでずっとこいでる。
純正のタイヤの場合は 2.1 キロでいいんだけど、このタイヤは扁平率が低くなってるね。大きいタイヤなので 2.5 まで入れます。このぐらいかな。これでシュッと一気に抜けますね。でこれをちゃんと締めてください。はい、全部入れますね。このメーターがどんどん上がっていくから。